ません、親分さん、今朝はすいません、お恥ずかしいところをお見せしちゃってすいません、仕事辞めてない。あ、薄くするの忘れたか、濃くなっちゃったかも。もう出る？アバター見る。鏡で見るとそんな濃くないのに、なんかあれで見ると濃くなる、見えるね。てか眉毛も全然剃ってないし、眉毛ティントしたら、やっぱえぐれてるね。治ってるけど、もうこれ以上良くならない気がするよ。なんでこんなこっち見ると濃く見えるのに、影になってるのかな。バータレって、ルイージのバータレって、あ、すいません、薬塗ったりしてない、何もしてない、抜歯するの遅すぎた、関係ないでしょ。分かった、これ、ね、かさぶた取れたら少しは良くなるのか。帝王切開とかの後に貼る薬は良かったかも。もう手遅れかな、仕事辞めてないよ、火曜日が夜勤だから、夜勤の後に東京戻ります。夜勤の前に、だから明日か明後日でね、飛行機最安値取ってほしいんだよね。顔に傷ができて気にしない人っているの？カタカジャパン、誰だそれ。いや、自分で撮るんだけど、そのサイトだけ教えてほしい。わお、いやいや、お金がないわけじゃないけど、安いに越したことないじゃん。言ったらさ、なんて言うんだろう、5000円で買えるものをわざわざ1万で買いたくないじゃんって話。いや、ジェットスター高いんだよ。来るときさ、最安値5000円とか6000円があったのにさ、今見たら1万超えなんだよね、全部。だから安く買えるところを教えてほしいだけなんだけど、すんごい言われる。ググったんだよ、ググったら1万2000円とかで、もっと安いのねえのかなみたいな。俺が呪縛霊なのか。ピーチとジェットスターどっちも同じように見たら1万2000円ぐらいなんだよね。俺の調べ方が悪いのか、安く調べ買えるところがあるんだったら教えてほしい。12月だから高い。結界は2人分買うんじゃないでしょうか、多分。返事しようか。56号さん、頼りたくないけど、56号さん、僕の口からはお願いします。56号さん、貯蓄しないと少しずつ、すいません、甘えられるんだったら。なんで笑ってんの？いや、何も言ってないです。56号さんが、飛行機代援助しようかってきたから、僕の口からはそんなこと言えないよと言いながらも、ニヤついちゃったの、土下座したくなっちゃった。顔に出ちゃったってこと？なんで沖縄行きなんだよ、やめたいよ。
ゴージリーグになあわよくばでしょう。今からちょっと待ってね、ランチ行きます。ちょっと待ってね。いや、全然ゆっくりしてください。全然急いでないんで。配信してないのに。いや、そう、配信はこれからするよ。お守り買ったからみんなに紹介して。酒よけお守り、これね、エミリさんが酒よけの酒役のお守りと、お酒でトラブルが起きないように、お酒で二度とトラブル起きないように、これで、もしお酒のトラブルがあったら神様はいないと、これを燃やします。バチ当たるぞ。これで燃やします。これとコンコレとエミリさん一緒に同時に燃やします。コンコレって何？ん？とこれ、エミリさんは結局お金が大好きです。お金のお守り買いました。俺はエミリさんに初めて買った。そんなの、エミリさんとね、こうお守りを交換しようって言ってるんだけど、俺はエミリさんの体がね、無事なら、大事なら、健康を買おうとしたら、エミリさんが金がいいって言って、金と、どこに入れた自分のお守り。僕はあれです、あのお財布の中に入ってます。僕も米読め、みんな飛行機のこと書いてくれて、読んでるよ。あれでしょ、1万2、3000がやっぱり相場なんでしょ、月曜日。うん、俺山田のことブロックしてるから分かんないっす。なんなら山田の NG に入れてるから周りから見えない。なんか結局はね、体が無事だったらね、仕事もできるし、お金も貯まるんじゃないかと俺は思ってますよ。にゃんこはね、後ろにある。にゃんこ、にゃんこした、にゃんこ、しゃべるのこれ。しゃべる、返事するよ。たま、うわ、返事するわ。たま、頭いいわ。見て、クリスマスっぽくない？本当だ、クリスマスだ。クリスマスって書いてあるんじゃないかよ。うん、返事するよ。すごいだろ、うちの玉。玉、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 玉。うお、うお。ケンジ君のこと相当好きだね。本当？うん。俺寝てる時に上に乗って見下したよ、ずっと。あのね、お尻トントンが喜ぶ。そう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 。たま、さぞ可愛くね。たまちゃん、ありがとう。みーちゃん、うわ。でも俺に、あ、見て見て、ほら、遊んでっち、遊んでっち、いってもっとやれ、たま。僕はね、猫があんまり好きじゃない。でも結構可愛がりおるよね。うん、絵に映してないよね。映してない、映さないで、うん、自信過剰だから。自信過剰、自意識過剰じゃない。それ自信過剰はないわ。あ、今帰ってみーすって。誰が？この家に帰ってくるってことじゃないですか。誰が？お姫様が。花ほじ？そう。どういうこと？来るってこと？またたかられるよ、ダルム10本って。うん、いいでしょう。高級代くらいググれば出てくるでしょ。いや、一番安いの、最安値が知りたいんだよ。一番最安値の人にのところで買いたいってだけ。自分で買うよ、お金ないよ。ふざけんなって怒ってますよ、たぬきで。俺が探すと1万2、3000が最安値かな。それしょうがない。あ、大門さん、おはようございます。だからさっきみんな米してるのに読まないの。ああ、嘘、78号さんすいません。一番最安値ありました。どこ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 。あ、それが最安値で合ってるでしょ。
ぱ1万2、3千円ですかね。金券ショップ、博多駅の金券ショップで売ってる1万、1万切れたら嬉しいな。1万3千とか高いな。地味気がある。火曜日はつつつたないでね。火曜日からね。いや俺はねケチだからね、少しでも安いので行きたいですよ。なんならあの途中まで送ってくれたりとかヒッチハイクで帰ってもいいけど、ジャルマイルあるけど使う、安く行けるのですか、リキさん。マイルだとポイントで使うってことでしょ。あ、マイル溜まってる人いたらもし買ってくれたら嬉しいです。でもジャルって高くない？ジャルは高いの？ね。いや火曜日に夜勤があるんで、火曜日わーおエミリーさんが素っ裸、おっぱいおっきい、みんなに見せてあげよう。カイメリのおっぱいでっかいから一発番だぞ、うん。まあ、みんながそれで喜んでくれるなら。喜ばないっしょ。喜んでくれるみんな。夜行バスが安い。夜行バスで一緒に帰ってくれる1時間うん8時間かかるっしょ、夜行バス。夜行バス8時間だけどさ、あれ新宿に着くでしょ。夜行バスいくらで帰れんの？夜行バスだと8000円ぐらい。う、最高じゃん。寝てればいいだけでしょ。そうそうそう。よくね。電気も暗くなるし、うん、寝れる。ただ腰は痛くなるかも。うち17歳でも腰痛かったもん。17歳の時夜行バスで泣きながら帰ったけど。地獄なんすか夜行バス。だって結構成田に行くまでがだるいんすよ。1時間ぐらい車に乗って、でね、そこから2時間3時間ぐらいかかるでしょ。結局4時間ぐらいかかるんですよ。夜行バスで帰る。夜行バスで多分 Wi-Fi もあるし、アマプラ見ながら映画5本見れる。でもうん、結局1万2000円で帰るじゃん。東京にかかるじゃん。飛行機で、うん、でかかるじゃん。でそこから1万2000円から2人でまたさ2000円ぐらいずつ3000円ぐらいずつでさ、あの駅まで帰るじゃん。結局1万5000円以上かかるんだよ。それなら1本で8000円。そうそうそう、寝てるだけで8時間。エミはいいよ全然、ワンちゃん。こっからさあれだしね、一人じゃないし、うん、1人分ならねって2人分かかるから、2人分で考えたら多分2万円ぐらい安いんじゃない下手したら。いやいや、お金の話ばっかって。そうだろう、少しでも節約していかないと。そうそう、税金かかっちゃうから。8時間じゃ帰れない。8時間だった気がするけど。何時間よ。10時間。調べたら10時間かかるみたいで。あ、そうなの。10時間だって。ありがとうございます、親分さん調べてくれた一瞬で。10時間か。大阪から東京が8時間。じゃあ10時間で帰れなくね。10時間以上。新幹線でもっと高いんじゃない。3万とか4万すんじゃない。ヨーロッパ行くのと一緒の時間だって10時間は海外行けるって。いや、あのね、多分新幹線5時間、8140円。嘘だろ。新幹線で8400、8000で帰れんの本当？新幹線8000で帰れんの本当？これ新幹線がよくね。本当？なわけだよね。俺もなわけって思ってんだけど、新幹線のぞみ本当？新幹線安い時あるか。本当ですか？甘い？ありえない？ありえない。だって俺名古屋まで行くので1万円ぐらいだった気がするんだけど。
自由席だけど5時間。子供料金。いや5時間でも新宿まで行くんだったら一番いいんだよね。マジで成田駅取り。なんどうしたました。お母さん何俺のことケチだなって。違う違う、お母さんにコート借りようとして来たけど、うん、アラチの魔女やった。素敵じゃない。新幹線で8000円があるって本当。知らない、調べてみる。調べてみて、新幹線だ、うん、なんか食べる？ちょっとクロワッサンとかあるけど、お腹すいたろ、うん、俺、クロワッサン食べたら何も食えなくなっちゃうんだよ。マジ小食よね。小食、マジ小食、ね、小食ではないよ。これでも大食いって言われてるよ。本当？うん、嘘。ポンちゃんがわざわざアカウント出してきてまで言ってくれた、この間のポンちゃんね。あ、8000円で新幹線あるよって。のぞみであるよ。のぞみ？福岡、うん、福岡じゃないか、博多か。博多、東京。ゴブリンだと安くなるってこと？サイアンチ。エミリさんにでも僕にでもいいんで DM くれた方が分かりやすいかもしれないですね。あ、よかったらください。いや、こっからご飯行ったりアバター行ったりするんで。アバターね、やっぱり藤沢さんはアバターしとった。あ、今日、あ、今日ってか多分昨日か。昨日、うん、切り抜きで、うん、エミリさんも今日アバターになる予定だったんですけど、俺だけなった。俺だけエミリがアバターに見えた。新幹線2万3000円だって。サイアンチって呼んだ俺。サイアスネって呼んだつもり。サイアンチって言った。サイアンチって言った言ってた、うん、エミはね。ああ、エミがね。あ、なんか来た。エミ太郎ちゃん、福岡駅から新宿だよね。そうだよ。そうです。情報くれてた中太さんは。エミリさんに今届いたみたい、 DM が。いや、別の方かな多分、うん、あ、ごめんなさい、名前言っちゃって。東京は明日か明後日どっちかのなんか便があればいいと思ってます。便でも新幹線でも。2万2000円だよ。高いくね。2人で1人でしょ。うん。あ、僕の分だけ出してくれるんだったら2人分、僕1人分お返しするんで2人分取っといてくれたら嬉しいですね。隣同士。あ、めんどくさいから DM 飛ばしました。2万2000高いよポンちゃん。やりがたいよ。ちなみにあのあれ、来るときにあの撮ってくれた方にはあのお返ししたいんで、ルイージトレーナーでよかったらあげたいんで、あのDM ください。住所教えてくれればルイージトレーナー送ります。バスでも1名16500だし、新幹線は2万2000超えだよ。だって一番安いのが飛行機ですかね。そしたら飛行機にしますかね。成田でいいんだよね。成田。あ、やっぱジェットスターが安い。え、7480円の、うん、来たやつね。一緒。え、7480円。俺が調べたりめちゃめちゃ安いんだけど。ほんとこれ7500円ぐらいなんだけど。月曜日なら6000。月曜ならな、うん、月曜買えるか。6000で買えれるわ。これ取ります。いや、一番こう安くしてね、何にもパックつけないで。 DM ありがとうございます。いやいや、調べたんだよ。めっちゃ探したんだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。だからこうやってさ、くれ、教えてもらった方が楽でしょ。頭いい人に調べてもらったら。みんな大人だからね。
高ってないじゃん、自分で買うけど、あの一番最安値のところ教えてっていう。俺ね、どうする、これだと2000円近く、1700円近く。クラブジェットスターに入るってこと？俺たちじゃあクラブジェットスターになるってこと？そしたら4000円で、4000円で買えれるんだけど俺らクラブジェット、いやそれ多分年会費取られるよ。クラブジェットスターいいんじゃない、取らなくて6000円、うん、朝7時だと。でも朝7時で5時ぐらいに出なきゃいけない。いいよ、もうなんなら月曜日の、月曜日の朝とか日曜日の夜とあからにかけて遊んでない？終電で行って中洲で、ああね、うん、終電で飲み散らかして、いいじゃん、遊び散らかして、夜行バス4000くらいでないだろう、島村さん。16時間、5000円で帰れるんだから。あ、大阪からになってた、ごめん。嘘だろ、大阪から東京の値段それ。ごめん、終わったわ、そうそう、終わったわ。大阪行く、全然違うわ。いやいや、しかも大阪から東京だろ、大阪行くじゃないだろ。今日大阪行って大阪で一日過ごす。いや、それなら日があるときに大阪行った方がいいだろ、別日で。一日だけしか、これ終わったわ、これ一万何千だわ。ちょっと待ってね、成田でしょ、絶対一万何千だわ、福岡から。5000円なんてあるわけないじゃん、絶対。俺調べたんだから、1万2、3千だわ。1980円。1万か、高いわ。夜行バスは15時間半だって。62チェックね、62弁当。でもやめなさい、ちょっとすいません、出ちゃうんで。1万円より安いやつありませんかね。ないか、さすがに5000円はないか。奇跡起きた、7000円で帰れると思っちゃって。はい、めっちゃ DM が届いてると、 DM めっちゃ届いてる。食べてほしいのはあるけど、俺たち二人ともクレジットカード買いたいわ。あ、調べたら4000円でいけんの？本当？島村さん、 DM 送ってください、エミリーさんに。僕でもいいんですけど、帰りは結局そうですね、明日か明後日に一番最安値の方向で。月曜日にジェットスターでそれならあるんだったら行きたいですよ、中田さん。月曜日にありますかそれ？山田と会いません。バス何でもいいんですけど、何バスでも。配信者なら通知です。俺の通知じゃないんだよ、エミリーさんの携帯の通知なんだよこれ。一人配信できないよ、怖くて。機嫌悪くなっちゃえだもん。分かってるよ全部、何が見たいのかみんなが分かってるんだけど、重々承知の上で。でも怒らせるようなことしたくないし。あー、そう、月曜から火曜のね、火曜の早朝で帰ってみる。3時に夜勤に出発できるんだったら最悪火曜の早朝でもいいけど。あら、おしゃれ、お母さん返してくれた。お母さん優しい、かわいい。お母さんおしゃれだよね、かわいい、かわいい。森ガールです。森ガールっていう意味が違うと思うけど、ね、ヒッチハイクで帰るか。ヒッチハイクで帰ったら15時間以上だから2日ぐらいかかるんじゃないですか、今からヒッチハイク。火曜日ならジェットスター休みでしょ。2人分それ、1人分、2万2000か。それでいいか。でこれでするじゃん、またカードでしか払えないんだよ、うん、多分。
それでまた積むからね。ワンちゃんお母さんが払ってくれると思って言えば嫌でしょ。それはお母さんに2万2000円払うから取ってって、うん、ローソン行けよ。ローソンでなら買えるの。ジェットスターコンビニ払いできますよ。あ、そうなの。言ってるけど、いやいやいや、クレジットで。俺らクレジット持ってない。俺もクレジット作りたいんだよ。不便でいろいろ。ローソンのロッピーで買うか。審査通らない。俺通るだろう。いや必要ないんだよね、クレジットカード。今生きる、生きてて、なんか別にクレカなくても生きてこれたんだよね。デビットカードいける。もう行く。あ、一泊、一泊しよう。一泊、一服。そう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 、あったらさ、なんかすぐ使っちゃうからさ、必要ないかな。たま、あ、バンドルカードある。バンドルカード、バンドルある。羽田と成田どっちがいいの。成田でしょ。羽田めちゃめちゃ高いよ。すごくない？お人形みたい。俺最近分かったんだよ。俺猫アレルギーなんだよ多分。猫触ったと目めっちゃ痒くなるし、猫に引っかかれたとすんごい痒くなる。俺猫アレルギーなんだよ。全然あれだけど、気にしないけど、ちょこっとぐらい。154号線やめてください。いや新宿近いかもしんないけど高いんだよ羽田って。羽田空港めっちゃ高くない？安い羽田空港のやつある。1万ぐらい買うでしょ羽田だと。火曜日の何時に着くの？火曜日の何時に一番早く着くんですか？火曜日で一番早いやつ。いやドケチって言っても高いじゃん。じゃあみんな5000円くれるのって話じゃん。みんな5000円くれないじゃん。そこなんですよ。一緒ぐらいの感覚ですよ。別に何日に帰ってもいいんだけど。最悪だから全然1、2分でも出しますけど。134をブロックする。なんて言ってるの。必死。うん、いやいや、こじきこじきみたいな。2人でジェットスターで2人で明日1984。絶対多分それだと思う。何が本当？2人で1980なんてあんの？火曜日ならジェットスターめちゃくちゃ安いよ。5580円だって火曜日。でもすぐ何時に着くの？あっちに9時20分に着くの？あっちに、うん、あ、それでいいんじゃない。何する？9時20分ででも、うん、7時半発だよ。7時半発であっちに10、9時に着くんだろ。全然余裕なんだけど。絶対乗り遅れなければ。本当だ。なんか影で暗く見える。こっちの当たりよく。あなた今バイト。いやね、介護はね70歳までやってる人いるんだよね。70まで働きたくないけど来年に辞めたい俺仕事。よ、ひろみさんありがとう。残り席あとわずか。もう、うん、あれでよくないですか。じゃあ火曜日の早朝で帰るか。それ取っちゃうか。6000円ぐらいの2つ、うん、そうだね、うん、1万2000円になったよ。半額で買えるね。イエーイ。
ついてるついてる。ほらだからついてる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 。じゃあお母さんに1万2000円払って買って、あ、ローソンで買えるのか、ローソンで買える？やってみる。ロッピーかなんとかで。まだ時間あるから夜やればいいか。ご飯食べに行くか。何が？え？お腹すいた。ランチの時間終わっちゃいそうだし。そうなんだよね。介護やめて配信者としても本気出せば1日1万円ぐらい稼げるでしょ。配信の方に切り替えてもいいのかな、夜勤に嫌だから迷ってるね、すごく。なんかさ、あのあれなんだよね、どこにも行けなくなっちゃうのがもったいないなと思って。もっと大阪とかさ、北海道とかさ、沖縄とか、やっぱ週に1回だけだとさ、やめない方がいい、うん、歌舞伎配信で一生終わっちゃうのももう寂しいかなと思ったり。どこか行くたびに飛行機代いただけたらありがたい。来て来てってルイジ来てって言った人が飛行機代くれたら、に日本全国どこへでも行けるようになりたい。まゆまゆちゃんはーじゃないよ。アカウント出してはーじゃないよ。夜勤増やすか逆に。誤爆っちゃったの。いやーエミリもね、多分みんなにね来てっていう人がいると思うんだけど、エミリさん酔っ払っちゃったらやらかすからな。で飲めよって言ったら断れないしな、心配だよ。飲めよが褒め言葉だから。ったら怒るくせに。いや大丈夫な、シラフだったらいいよ、飲まなければね。飲んだら人変わるから。わやっぱりほらクレジットカード D 払い au 有給モバイル。ロッピー買えないんだ、ローソンで。ちょっとお母さんに言ってくる。いや待って、あのお金渡せばいいか。ちょちょちょ落ち着け。なんで落ち着け、今日一日考えよう。だってここまで入力したんだよ、2人の情報も生年月日全部。誰かここからいますか、買ってくれる人。ここから皆さん送るんでスクショしますんで。無理ですか、お母さん払ってくれるって。お金今払っちゃう、お母さんに。これ1万ぐらいあるから。いい、うん、払ってくれる。いい、これいいよ。じゃあエミに渡す。これエミこれもらって、入れといて。久しぶりです、ありがとうございます。あーね、ワンチャンなかったね俺ら。まだチャンスあるのかい、ワンチャン。ねえか。だから自分らで買ってんだろうが、そんな怒らないでよ。お母さんが映っちゃったらどうしよう、急に入ってきて。配信はねできない時もあるだろう、人間いろいろあるから。自分の意思は殺さなくちゃいけない時あるだろう。
なるようになるから待っててよ。すげえこじってねえじゃねえかよ。結局自分らで買ってるじゃねえかよ。エミリさん落ち着いたように思われて、なかなか神がかってる時がありますね。1ヶ月間調子に乗ってた。いや、アイテム禁止じゃありません。ぜひよろしければ、デビットカードの方がいい。デビットカード買いたいね、ほんと。作ってみる、デビットカード。今まで逃げてたけど。お母さんが入力してくるよ。ごめんなさい。お金は、エミリさんこれ。意味ませんしかない。だからエミリに渡すから、これ。焼肉食べ行くとき、はい。渡すから。でもお金払ってじゃ。焼肉行くときと映画館行くとき。足りなくなっちゃう。逆に足りないってこと。分かって。じゃあ500円玉4枚あげるよ。いらないよ。500円玉、俺の全財産。500円玉4枚。今俺の財布の中身、この500円玉4枚なくなったらもう何もない。お金が増えた、お金が増えた、誰の真似でしょう。仲間が増えた。せいちゃんももななちゃんなの、うん、よかったね。とりあえず本当に大丈夫かな。これお母さんが大丈夫だよって言ったら安心だけど。いや、時間何時調べないと絶対。いや、もう俺たちさ30万ぐらいずつしか稼いでないのに、プラチナ、本当にプラチナなのかなこれ。閲覧が多いからプラチナにされちゃってるだけで、全然稼いでないと思うよ。俺なんて30万ぐらいしか稼いでないんじゃない。本当だよ。本当だよ。まあ別に俺ら30万ずつでも、俺夜勤で10万以上稼いでるから全然やっていけるんだけど、70万とか稼げてんのかね。絶対そんな稼いでないと思うけどね。無料アイテム俺らないよ。だって俺らイベント出てないもん。無料アイテムは一切ない、ね、あ、マンスリーでいくら言ってたの。いや、そう、分かってる。俺らお互いどっちも一人の稼げるのは分かってんだけど、しょうがないじゃん。夜勤週一で10万以上稼げてる。使ってんのかな。ああ、受賞歴があるからか。予約ができた。絶対それで帰れる。うん。何時に着くの東京に。9時20分だろ。でそっから夜のうちにあっちに行くやろ。成田で明日の、うん、明日、そっか、火曜日やけ。月曜だろ。うん、明後日だろ。今日日曜日なの。今日土曜日だろ。え、嘘。もう日付、本当だ。今日土曜だろ。火曜日に帰る。じゃあまだこっち入れるやん。うん、ほら、9時20分に着くだろ。で10時から11、12時ぐらいに家帰れるだろ。3時間で用意していくか。死ぬぞ俺、夜勤。ちゃんと前日セックスしちゃ絶対ダメだぞ俺たち、うん、死んじゃうからな、セックスしたら。いけるか俺たち、我慢できるか。エミリー、もうおたおばあさんに1000あげるのやめる。ありがとう、 DM たくさん。ありがとう、教えてくれて。ありがとうございます。無事に取れました、うん、地獄の夜勤。でもそっちの方がエミリーいいと思うんだよね。あの、地獄の夜勤中の方がさ、帰って疲れてる方がさ、遊び行かないから安心だ。頑張って寝るから。うん、マイスリー20錠ぐらい伸ばして寝させるよ。次、うん、もう二度と目覚まさなくていいよ。
け土曜日です。いや、お金がないんだよ、ほんと。今服もさ、メルカリで5万円ぐらい買ったやつ溜まってるよ。買ってないけど、お支払いしなくちゃいけないよ。服欲しくて全然冬服買ってなくて。天狗になってないじゃん俺ら。なんか天狗になった、天狗だったらさ、おい、何万でもいいよ、今日の飛行機買ってやるや、5万でも何万でもいいよって帰るだろ。天狗になってないじゃん。一番安いのでどうやって帰れますかねっていうさ一番さ、すんごい謙虚、一番配信者で謙虚なんじゃない、下手したらバカな配信者だったらさ、ね、全然ブロンズとかさ、シルバーとかでもさ行くじゃん。そう、ケチなの大事じゃないでしょ。だって俺らね、もうアイテムが問わないかもしれないと思ってさ、こう謙虚に生きてんじゃん。すいません、よかったらって言ってるんじゃん。謙虚ではないの、すごい謙虚に生きてる。マリオとかさ、過疎なのにさ、こんな寝ながらこうやって配信してんじゃん。あーいやーあーって、俺絶対寝っ転がりながら配信しないって決めてるからね。すんごい人は人か、謙虚なつもりなんだけどっていう話。でもいいんですよ、僕ら配信が楽しくて生きてるだけですから。仕事、半分仕事と思いながら半分趣味でやってるんで。そうなんで、タクシーで3万円高かったな、あれ、成田までの、あれ一番痛かった俺の中で。気に出さない、グリーンランド代もこじってる結局自分で払ったでしょ。そうだね、お互いになんかアイテムじゃだけじゃなくね、ちゃんと稼げる何かは欲しいね。ねえね、これコーラ飲まないの。ああ、やべ、忘れた、ね、いただきます、すいません。せっかく入れていただいた。大丈夫、薄いコーラ大好き。弓よりたまなついとりのケンジ君。ケンジ君に。まあ、ごめんな、俺アレルギーだからあんま触りたくないんだ、ごめんな、たま上手上手、触りたいアレイドリアこれアレギかな、おばあさんみたいな格好、着替えようかな。かわいいよ、超超かわいいよ。エミリーさん可愛いから。おばあさんショック、逃がしたくないよ、わっ猫映して、どこまでも続く道、かわいいでしょ、なんか。猫ちゃん、ここ叩かれるの好きなんだって。人間でいう手間みたいな感じじゃない。嘘でしょ、俺今猫ちゃんに手間してるのこれ、下手くそだって、はい、あ、手間が下手くそ、痛かった、ガシマンしちゃったってこと。ガシマン、ごめんね、ガシマンしちゃったみたい、怒っちゃった、下手くそ。たま、たま、たま、リラックスタイムやにゃ。俺これ番にならない、今手回してたんでしょ、猫ちゃんに。番にならない、猫ちゃん手回して、かわいいね、慣れたね、ケンジ君に。いい人でしょ、たまならわかるもんね。
か、うん、エミリーかわいすぎ。エミリーの枠見ててもさ、俺昨日エミリーの枠見てたんだよ、朝か今日の朝。行っちゃったの枠でしょ。10人ぐらいさ、ずっとさ、エミリー俺と1回でいいから付き合って、エミリー1回でいいからやらせて、エミリーってすごくなかった？定期的に男の人ずっと言ってなかった？10人ぐらい、うん、覚えてる。1回でいいから抱かせてって。そういうのに反応したらルイジさんと同じことしちゃうことになるから、反応しないようにして、うん、俺もずっとエミリーの枠で、ルイジかっこいいよって、ルイジいい男だよってずっとコメントしてた。私ルイジのこと大好きって、女になりきるから俺エミリーの枠だと。俺福岡市内で凍結しないんですかみたいな。やけん今うち月曜日の夜から福岡市内でと思いますよって。うん、いや、金リスナーさんと触れ合えたらいいなと思ってるけど、なんかね、せっかくね、うん、来たから。けどなかなかね、俺も嫌だし、エミリーだけに会いたいって言われて俺放置されるのも寂しいじゃん。お互い二人でいいっていう人に会いたいね。そうだね、うん、やっぱエミリーにはさ、すんごいさ、やっぱ応援してもらったら嬉しいよね、うん、二人。山田みてえなやつとかよ、あと誰だろうな、近藤組長みてえなよ、近藤組長みてえなシャブ大好き。エミリーになんならなんか付けちゃおうかなみたいなさ、男が突入しに来てさ、俺一人で寂しい思いするのもええじゃん。そんなつもりないと思うよ。50万で遊びたいみたいなさ、言ってくるようなさやつとかさ。ごめんなさい、飲み切りました。ごめんなさい、遅くなって。行きましょう。行きましょう。うん、いざ。さあ、行くぞ。無限の。じゃないっけ。無限の。彼方へ。笑って。こらえて。やれんの。勝って。一緒に行きます。あ、つけたまま行く。ラジオにする？うん、一回ラジオにした。これ待って、ラジオなんだか画像だか怖いからちょっと間違えた。怒るぞ。すいませんでした。危な。ラジオ画像いい画像がないな。これでいいや。これ漏れてます。俺もミスディオールかけてほしい、うん、つけます。大魔王さんが買ってくれたミスディオール2人でつけてます。寒いかな今日。うん、寒い。
すいません、行ってきます。娘さんお借りします。はい、いってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってきます。アバター見てくる。あ、大丈夫です、今ラジオなんで。何、はい、何これ、映画館で寝ろってこと。映画見ないすいません。何これ、あ、首元、うん、首元、あ、ね、あ、これかと思った。俺も合いますかと思った。行ってきます、すいません。行ってきます。行ってきます。あのお母さんがこれめぐりずむ渡してくれたの、あ、ホットアイマスクかと思って映画館で、ね、寝ろってことと思ったら首元のめぐりずむもあるんだ。それで犬懐いてくれない、まるちゃん懐いてくれない。同じ色みたい。同じ色みたい。これ何色っていうの、これクリーム色、ベージュ。どうやって出るの、近道があるの。つけていいところまで行ったらつけていいって言ってる。もういいよ、どうせ家バレてるし。いや怖い。あ、赤じゃん、殺す気。いいよ、つけて。つけていい。マスクがあったかい。あ、軽自動車じゃないんだよ、もう返しちゃったんだよ。また3日ぐらいだったら借りる、ワンちゃん。土日月でしょ。土日月。鹿児島行きたい。鹿児島行きたい。明日なんだ、千葉食堂行きたい。借りちゃう。やっぱり1日ぐらいなら借りてもいいと思っちゃうよね。めっちゃ安いよね、あの。安い。3000円で借りれるんだぞ。3000円だぞ。だよこの寒さ。俺パーカーとなんかタンクトップ1枚だぞ。安いよレンタカー。いやいや金ねえよ、そんなねえよ。俺常に1万円ずつしかあの財布に入れてないからさ、1日に3回セブンイレブン行くよね。展示？チビ？誰だ、悪口言ってんの俺の。ああ、ほらだから言ってんじゃん、健二チビって言ってんの、そうじゃん。嘘だろ。ご飯食べてくる。さっきからさ、健二チビって言ってるやつがいるなと思ったんだよ。おいっ子だわ。でずっと言ってんだよ、ケンジーチビーって声聞こえるんだけど、ケンジーチビーって言ってるやつがいい、ね、だからね、絶対誰か言ってるよって言ってんのに言ってないよみたいなスルーしてて、エミリーの甥っ子だよ、めいっ子だよ、甥っ子とめいっ子がずっとケンジーチビーって、俺何回もさ、どこでケンジーチビーって言われてんだけど、何回も言ってたんだよ。姉ちゃんが言わしとるじゃん。そうですね。姉ちゃんケンジって言うけ、姉ちゃん可愛くねえよ、びっくりしたよ。俺もそらまさかね、全然知らない子供たちがね、とこからケンジーチビーって言ってるなんて、俺もね、そら耳かと思ったんだけど、明らかに言ってたから。寒い、もう冬は嫌だ、寒いから。確かに九州ってもっと暖かいイメージあったけどね。冬は寒くなる、ガクンと。レンタカーで風邪ひかない、嘘でしょ。ありがとうございます。
みーちゃんがみーちゃんがアラブの石油ビルゲイソクさんさんまずみーちゃんがいないとやっていけないちょうちるなみーちゃんありがとうございますありがとう優しいメリークリスマスだった綺麗メリークリスマスありがとうございますみーちゃんありがとうみーちゃんみーちゃんそろ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 みーちゃん俺のことフォローしてよみーちゃんフォローしてないよね俺のあフォローしてくれてるびっくりした手寒そう大丈夫部屋が高いよね昨日帰ってきた時めっちゃ手がもうキンキンにキンキンですよ、ね、あなんだ犬が怖い番犬やんこれマジで投げるやついるんだってこう投げてる人のこと悪口言ったら本当にブロックするぞ最悪だよアホなやつとか言わないのあブロックするは125な焼き餅焼いて、うん81号な125と81な財布に124円ぐらいしか入ってない、うん、余裕がない人たちはね怒るだろうね余裕がない人たちはありがたいよ僕らからしたら、余裕があるよねすごくコート着た方がいいよ ありがとうございます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 あれなんですなんかいや今日の朝も話したんですけどあれなんですよあの今ちょっとボアジャケット可愛いなと思って狙ってるのがあるんですけどバカ投げナイスですよありがたいよしょぼいとか言わないの292は最低だよありがたいんだからみんなに投げる余裕ある人ってすごい俺すごいなと思うよ俺だいたい1週間ぐらいで1万円の課金限度が超えちゃうもんねちょこちょこ金せびるのやめてくれんあ、俺がコメントがあった、うん、せびるよちょこちょこが受けたせびるだろありがたいんだからじゃねボアジャケットこっちいいよねあのさ3万ぐらいの俺はノースフェイスのがいいんだけどでもノースフェイス今日の朝も言ってたんだけどねこれねあのさ新宿駅ノースフェイス100人いたら95人ぐらい来てるからリュック絡んでる人多くなって男の人であのねノースダウンとかもそうなの、まあ、かっこいいんだけどなんかみんな着てるからなんかあえて俺着たくないんだけどでも今季かわいいね今季のノースフェイスはおしゃれだねやばい足がかじかんできたもう足やられちゃって嘘あれも靴下履いてなかったの足元よ帰ろ300円だし帰るぞ俺には似合わないてかお金足りるかな足りなく嘘だろ8000円ぐらいはあるぞさっき渡したぞ8000円じゃ足りない焼肉屋さん行くなら俺食べないよケチって言われるかもしれないけどそれならレンタカー借りて代理牛丼行くよマジ代理牛丼500円ぐらいだからマジだぞレンタカー借りて代理牛丼買った方が安いぞこの花可愛いと思う人の可愛くないと思う人へ可愛いこれ可愛いのでも可愛そうに見えて色合いがババ臭い毒がありそう色合いがババ臭いだろみたいな感じへーへーへーがめっちゃ多いんだけど可愛くないってみんなみんなへー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 生で見たら可愛いよエミリーと一緒ってことそうエミタロも画面で見たらブッサイクだけど生で見たらどっちで見ても可愛いんだけどエミリーどっちで見てもエミリー可愛い超混んでんじゃん焼肉屋さんでこんな昼間からすごい混んでる焼肉屋さんあるのここでもいいと思う混んでないじゃんあ、準備中だいや、お金ないのにとかじゃなくてね、あのできるだけ安いもので帰りたいよっていう話よ交通費ぐらいはね、うん、あれと一緒じゃない あなんか韓国の人こんにちはあの見て見て帰る可愛い帰る映るないいねバトってるわあのあれ株と一緒でしょ安い時に帰りたい安いものでなるべく探したいみたいなさそうでだあれだよ焼肉屋さんもランチだから行くんだよ夜だったらね行きたいけど行けないいけちょっとあれ聞いてみるね OK かどうか配信大丈夫かなって、うん
自分らしく映らないんでって。もしダメだったら切っちゃうかもしれない、ごめんね。美味しい焼肉屋さん、久留米一美味しい焼肉屋さん映れないかもしれない、ごめんね。ちょっと待っててもらえる、うん、気をつけてね。はい、何あれセレクトショップシャレじゃない、行く後で。切っていいよ。やっぱこのマスクさ、唇が当たらないからいいよね、めっちゃ。吐くくせに吐かねえよ。靴見せて。靴は普通のシューズです。あら、ここに灰皿があった気がするんだけど、なくなってる。随時一人なら応援できるので、じゃあ一人の時に応援よろしくお願いします。あったあった灰皿。ド M だからいじめてもらっていいです。でもライターがない。お母さんにコート借りた。すごい嫌われてるでしょ、私ね。嫌われてる。うちが花だから。すっごい嫌われてるね。性格悪いとね、配信なんてやっていけないよ。性格いい人がしてもさ、つまんないやん。普通に、あ、こんにちは、こんばんは、ありがとうございますとか言っててもつまんなくない？やっぱ人と違う方がいいんだよ。テレビだってそうじゃん。ね。普通の人は売れないじゃん。風邪ひかないでありがとう、トモくん。みーちゃん、ありがとう。今、2時16分。下関は行かないですね。行くなら鹿児島に行きたい。あ、ありがとうございます、サラさん。あ、言っちゃってごめんなさい。さから始まる方、ありがとうございます。ごめんなさい。ありがとうございます。ごめんなさい。どんどんブサくなってる。本当？そうは思わないけど、うちは。サナの続きがあるから。
タラちゃん、今日も可愛いよってありがとうございます。はぁ、ありがとう。ここから始まる方、ありがとうございます。嬉しい。どんな配信が受けると思う？やっぱりやばい配信じゃない？受けるってなんだろう。大食いとか早食いとか喧嘩とか、もう普通と普通じゃないやつじゃない？えみたろちゃん、ヤッホーってありがとうございます。はい、ゆっくり始まる方、ありがとうございます。今上の人に聞いてくれてんだけど、うん、俺が入った瞬間に祝電かかってきたんだけど早くない？普通にも食事する？早くない？いやいや、まだ聞いてくれてる。どすこい。嘘でしょ。あの方だ。 ありがとうございます。いつもさばくなぎさん、あらぶぜきぶりげんさんさばくなぎさんにでてけちょんちでばくなぎさん、ありがとうございます。いつも朝も行ったんですけど、本当に行くタイミング悪くてすいませんでした。ありがとうございます。ありがたいわ。ありがたいわ、本当にありがとう。枠に遊びに行ったらちょっと塩対応だったから、俺めっちゃ嫌われてんのかと思ってエミリーに相談しちゃったもんね。枠投げさんの枠に挨拶しに行ったら、小び売りに挨拶しに行ったら、なんかちょっと塩対応だったら俺嫌われてんのかなと思って、うん、どっちの気持ちもわかるみたいな。どっちの気持ちもすいません。ありがとうございます。見てくるね、また、うん、今日は寒いぞ。ポリステじゃねえね、灰皿あるから、ここに。誰ロバナオコって。ウケる、慎重さがウケる。映せないけど。ミトロかわいい、ありがとう、401号さん。ありがとうございます。ですもん、おばさんだし、28、おばさんに入るでしょ、28なんて。たまにはこういう格好もさせてよ。難しいっぽいね。たちと一緒にこの配信見て、友達元気？すごいね、副店長まで挨拶しに来てくれて、うん、ちょっと今店長呼びますんでお待ちくださいって言って。もう絶対やめたがいい気がする。配信？うん。割とね、そう。いい感じだった。そう、なんか他の店員さんはいいんだけど、今店長がちょっと。聞いてみないと。ありがとうございます。ありがたい。 ありがとう。僕にも投げてくれて、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。怒られたらすぐ切る。大好きだよ。ありがとう。やめろよ、すぐ大好きとか言うんじゃない。嫉妬しちゃうよ。鼻水出る寒さだね。エミ太郎はワイのエミ太郎。飲んでるんかな。トムヤムくんをつまみに飲んでるんかな今。関東も寒い。お腹すいた。でもね、せっかく聞いてくれてて。ずっと仲良くてね。はい、ありがとう。喧嘩してなった時どうする？ほんとぶん殴っちゃうかな一回。そしたら仲良くできる気がするんだけど、ムカついた時どうする？いつもぶん殴るやん。いつもってなんだよ。やばいね、言い方。誤解を見よ。顔が DV 男やん。いや。席用意してくれてると言ってるんで。おー、大好き。ご飯出して嘘でしょ。ありがとうございます。アラブ席ビルゲンスさん様に特別さんがいないでやってから、ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。後で LINE する。ありがとう。
がとうございます。すごく配信でも電話してね、仲良さそうだもんね。ダメっぽいわ。もしくはかかってきてるし、やめようか、うん、一回切ろ。ごめんなさい、ほんとすいません。今なんか席準備してくれてるみたいなんですけど、やっぱ祝電がすごいからすいません。見せれません。見せれなかったです。美味しそうなご飯屋さんです。もうここがもう接待場所なんで、久留米の。ゆっくり食べます。じゃあせめて入ってから祝電してほしいよね。祝電するなら。すごいね、うん。入る前から祝電って、だって今から来ると思うんですけどっていう設定で電話してるわけでしょ。もし俺が入るよと U ターンしたらさ、電話代無駄じゃない？それこれからやる？入ろうと思って。フライングゲットする。そうそうそう。あ、用意できちゃった。あ、すいません。じゃあ、行ってきます。またね。すいません。ありがとうございます。失礼します。